はい、えー、今回、ですねご質問いただいてたので回答していきたいと思います、えー、これまで携わってこられたプロジェクトで累計何十億円も売り上げを上げられましたかと嘘では10億円以上、児玉歩などのネオヒルズ族のローンチで裏ですべて絵を描いてたと言われていますが本当でしょうかとう、まあ、嘘で10億円以上っていうのは何をもとに嘘なのかはからないですけどこれはまあ事実ですね。はい っていうか、あのー、会社でやってましたんで、まあ僕会社で十何年働きましたんで、まあ十何年を、年割りすると年商1億ぐらいじゃないですか。じゃあ年商1億ってすごいことなのかなって話じゃないですか、そもそも。年商100億とかだったらね、すごいと思うんですよ。だから一時期年商100億円っていうタレ紙を僕作って目指してたこともありますけど、年商1億円の会社はすごいことなんですかね。 っていう逆質問ですね。だから、まあ当時、そのいろいろなプロモーションとかに携わっていまして、まあその売り上げはトータルでこれぐらいはいってるとは思いますけどね。で、あとは、小玉歩さんに関しては僕は携わってないですね。はい。小玉歩さんとお会いしたこともあるかない、ないですね、多分。小玉歩さんはないですね。で、ネオヒルズ族のローンチなんですけど、これネオヒルズ族って多分いっぱいあったと思うんですよ。 多分めちゃくちゃあったと思います。そのプロモーション、ネオヒロズ関連の。なので、どこまでなのかって話ですね。だから一部は携わってましたよ。うん。一部は携わってましたけど、この全部かっていうと、この裏で全てって書いてありますけど、全てではないですね。ほんの一部です。ほんの一部です。なので、全部ではないですね。で、あとは、まあちょっと気になるのが、 あのまあ多分この質問っていうのは僕を多分信じてないし信用してないしお前の言ってることはなんか嘘なんじゃないかとそう思うのになんで僕の僕に質問をするかって話ですね嘘と思っている人に対してなんで、えー、時間を割いているのかっていう自分が信用する人を信用すればいいと思うんですねうん まあ、あの質問いただいたので回答させていただきましたけれどもはっきり言って僕を信用していない僕を、えー、ペテン師もしくは、えー、なんだこいつ嘘言ってんじゃないかと思うんだったらそうしてください <laughs> 勝手にやってくださいって話ですね、うん、だからこのなんかね僕がちょ,ちょっと気になったのがこの嘘で嘘では10億円っていうところが気になりましたね逆に質問したいですね 年商1億円ぐらいはすごいことなんですか多分年商100億いくと僕はすごいと思いますけどね。うん、会社間で1億って中小企業だったらまあそんなにすごいことではないと思うんですよね。うん、大企業で年商1億円ですとありえないじゃないですか。うん、大企業とかだったら1000億とかになってくるんで、規模感覚としては、うんうん。まあそんな感じでございますね。うん だから以前その,あの回答もさせていただきましたけどうんなんか、まあ、最後にちょっとお伝えしたいのがあのこの人はどうなのかああなのかっていう荒探ししてもはっきり言って自分の人生何も変わんないですよ収入もうんだから隣の芝生を 見るのは別に自由なんですけども隣の芝生を見ても自分の芝生は変わらないっていう事実があるのでやるべきことをやった方がいいと思いますけどね僕はもうあのなんだ一人で自立して独立してもう4年ぐらい経ちますけど、まあ、やるべきことをやってますやるべきことって何かっていうと、えー、集客をして商品を売るっていうことですね売り上げを作るっていうことです自分一人のなんやあー自由で暮らしていける だけの収入ですねだから昔はやっぱそのあ会社規模でやってたので大きくね、あのー、売り上げも大きく上げていかないといけないっていう、まあ、プレッシャーもありましたし責任もあったんですけど今はもう僕一人でやってるのでもう絶対会社大きくしないですし一人が自由で生きて生きれる分だけちゃんと売り上げを作っていくとそこに完全にコミットフォーカスしてますね僕の場合は逆に 楽になりましたよねで。やっぱ前は従業員いて、従業員の、あまあ、人生の責任ですよね。まあ、その経営された経験があるかどうかわからないですけど、従業員のあるわけじゃないですかあ。生活が。だからそれをやっぱ責任持ってやんないといけなかったんで、それ結構大変だったんですけど、今は本当に楽っすね。うん。 まあでもかなりこれ昔のことなんで、うん。7年、8年前の話ですよね。そう。まあだ一部は携わってましたよ。うん。でも小玉歩さんがどっから出てきたのかわかんないですけどね。これもう本当小玉歩さんは関係ないですね。はい。はい、ということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。